はい、アイランド BJJ チャンネル、格闘技新団体ローマン CEO の直義です。皆さんお疲れ様です。本来ですと、この僕がねブツブツ喋る、チャンネルというかその投稿の他にちゃんとしたね編集が入ってるやつが隔週で土曜日に上がる予定なんですけども、ちょっとね今字幕の入れる作業とかのことでちょっといろいろ試したりとかしてるそうで、編集者の方がちょっとそのやつが遅れてるので、この僕のねなんかちょっと貧乏臭いというかブツブツおしゃべりで申し訳ないです。まあ前も言ったんですけど、前もというか最初から言ってるんですけど、このアイランド BJJ チャンネルはとりあえず今実験段階でいろいろやってましてね、ここから枝分かれしてちゃんとした YouTube チャンネル、ちゃんとしたっていうかこれはちゃんとしないといけないけど、なっていく予定なので、今はねちょっと温かい目で見守ってくれたらなと思っています。はい、でね、最近の気になるニュースっていうか気になるニュース、世間的に言ったらね、今トランプさんの狙撃とかでめちゃくちゃ、騒がれてますけど、僕もねちょっとねごめんなさい、あれもいろんな説があったりとかいろいろ囁かれてますけど、ちょっと今ねローマンのこと忙しすぎてね、あんまりその情報を精査したりとかまだできてないので、あんまり語ることがないんですよね。でね、最近なんだろう、ちょっと自分で思ったことっていうか、いろんなツイートがね、僕がフォローしてる人が流れてきて思ったこと、あと最近自分のところの会員さんにも言われて、思ったことなんですけど、自分のね会員さんとか生徒さんにどういう青帯とか、紫帯、茶帯、黒帯ね、どういう帯に、帯っていうか何ていうのかな、どういう充実感になってほしいかみたいなのをね、ちょっとそういう意見がツイッターに書かれていたり、あとは会員さんに聞かれたりしたので、僕なりの答えっていうかね、なんですけど、ちょっとねこれ言っちゃってね模範もないんですけど、僕はねどういう充実感になってほしいとか実はね全くないですね。だから指導者にもしかしたら向いてないのかもしれないですけど、怪我せず怪我させず、必要以上にね必要以上に怪我せず怪我させずに楽しんで、強くなってくれればいいなぐらいにしか思ってないですね。これ賛否両論だと思うんですけど、武道家として人間としてどうなるかとかは僕は実は全然思ってなくて、例えばね100歩譲ってこれが義務教育前のこと子供とかだったら多少はね、これ使って怪我させるなよとかぐらいは言うかもしれないですけど、でも基本的にはね喧嘩して殴ったり怪我させる時点で別にそれ格闘技やってるとかやってない以前にダメですからね。そこの間もねちょっととある会員さんにどんなそのなんていうのどんな呪術かとかどんな生徒になってほしいみたいな声とか、いや俺はないよっつって、ないですよって言って、じゃあもし俺がなんか道端で誰かをボコボコにしたりしたらどうするのって言ったら、いやそれはさっきの話とかぶるんですけど、それは犯罪ですからね。それも多分向こうも冗談で言ったと思うんですけど、僕は、結構なんか日本的な考えで言うと、やっぱりその武道を教える人はその使い方も教えなければいけないみたいなんですけど、僕はねそれはやっぱ法律だったりとか、普通のその家で習う道徳とかそういうもので、カバーされてると思うので、逆に言うとねもう義務教育終わって、義務教育前の子でももうあれだな、普通に喋れる子だったら、その子たちにね今更ね
あのなんかお前暴力振るなよとかね、人傷つけるなよっていうのもちょっとおこがましいというか、まあちょっと今ごめんなさい、話に二転三転してるな、まあ人にそのあたりのね、思春期の子とか、そのそれ以降の子はちょっと人を見て、まあ、言う場合言わない場合あると思うんですけど、まあやっぱ高校卒業したぐらいになったらもう今更言わないですよね。もうなんかあのお前らちゃんと挨拶しろよとか、こういう人間になるよ、なれよとかは、僕はなんかあのそこまでね、あの言う先生とかはすごいと思いますよ。そこまでね責任を持って、その子の人間教育にまでね、踏み出そうっていう人は逆にすごいなと思うんですけど、そういう考えの人に全く反応もないし、もうただただすごいなとしか思わないですよ、まあ、ただね一方でこれ言うとなんか そこに対する批判みたいに捉えちゃうかもしれないけど、なんていうのかな、それをやってもいいんですけど、僕はねそこまでちょっと自分が大それた人間じゃないと思ってるので、だからその何人に対してねなんか押しなさいとかは、あんまり今言いたくないというか、他の道場行ったら挨拶してくださいねとかは、あんまり、言いたくはないですね、あと例えばこう試合、まあ例えばなんだろう、格闘技的なことは多少言いますよ。これ以上こうねひねると怪我しちゃうよとかね、こういう荒っぽいスパーはちょっと控えてくださいねとか、そういうのは言いますけど、例えばこうなんだろうね、対戦相手をまあ対戦相手で終わった後なんかしっかり礼してくださいとか、そういうのとかは終わった、もう試合終わっちゃえばね、別にそこはもうその人が何だろう、培ってきたその人の人生経験だったり、それがもうね16歳17歳18歳とか、まあましてやもう大体やっぱもう20代30代とか、下手したら40代に入ってくる人が多いので、その人になんか今更こうしてくださいっていうのはね、僕の何ていうのかな、僕の人間の出来具合とかもあるし、僕はちょっとそこはあんまり言いたくないというか言う権利ないかなと、まあ、そこからは勝手にしてくださいというかね、思っちゃいますね正直に、でまあ悲しいからね、なんかたまに俺も昔からなんかそこの先生は教育がなってないとか言われる時もたまにまああるんですけど、いや俺別に教育は担当じゃないしってね思っちゃってます、そこは、あれですよ、さっき言ったように格闘技のねタップするしないとかタップしても話さないとか、そういうのは僕に責任あると思うんですけど、なんかその人がねどこそこに行って、なんか言葉遣いが間違ってるとかね、言葉遣い教室じゃないので、挨拶教室じゃないので、そこはね、正直僕はちょっとそこはね、なんか当時20代とか、自分が指導者だった時に30代、前半とかの人はやっぱもう50歳ぐらいのね会員さんとか来るわけですよ。でなんかちゃんと挨拶してください、他行った時なんてちょっと僕はさすがに言えないなっていうのが、これは、言うのが悪いってことじゃないですよ、言える人はすごいなってちょっと思っちゃいますよね、あとなんかこれはちょっと問題発言というか、それでいいのっていうのを自分自身でも思うんですけど、僕なんかねあんまりねこう会員さんとか生徒さんも自分が育てたっていう感覚があんまなくて、なんていうのかな、やっぱり僕スパーリングが一番の先生だと僕思っちゃうタイプなんで、でそのなんかちょっと間違った方向に行ったらちょっとこう直してあげてるぐらいの感覚なんで、こう自分が育てたとかあんまりね思えないタイプなんですよね、問題なのかもしれないし問題じゃないのか、ちょっとその辺は分からないんで、結局はその、会員さんが満足してるかしてないかの話になると思うんで、ね、
多分正解ないと思うんですけど、なんか僕のところにいたから強くなったとか、なんかあんまり僕が教えたことで強くなったとかあんまり思えないタイプで、うん、まあ、どこにでも強くなったんじゃないのとか、まあそのスピードを、まあ、足を引っ張らないときは、ね、僕は気をつけてるんですけど、じゃあ果たして僕のところにいて加速、その人の強くなるスピードが加速したのかとかは正直全く実感なくて、だからなんかいつもご指導ありがとうございますとか言われね、まあその言われる時もあるんですけど、いや別にそんななんか、いやありがたいですよ、そう言ってもらえたらね、ありがたくはあるんですけど、もう別に何もしてないけどなとか本当本気で思っちゃってます僕はね、でまあその何恩着せがましく言うわけじゃないですけど、たまにね、あこれ俺のおかげかもなって思う時はセコンドとかでね、こうあその袖切ってこっち持てとか言ってね、そこ持ったことによってその生徒がなんかひっくり返したり決めたとかね、そういう時はあちょっと今なんかね、いやもちろんあれですよ、まあ、それで自爆しちゃう生徒もいるかもしれない、なんと生徒さんもいるかもしれない、わかんないですけど、その時はちょっとね、その点で言えばね、今回はちょっと俺のアドバイス良かったなって、それはまあ実際あったりしますね。でもなんかまあそれも結局ね、その僕が言った指示に対して動けるっていうのも、その会員さん、生徒さんの、日頃のまあ努力のね、賜物なわけで、まあ結局ね、なんだろう、自分が全部ね、食事から生活から何か管理して閉じ込めてっていうか、なんていうの、こう兵役とかみたいな感じで鍛えたわけじゃないので、僕はなんか良くも悪くもっていう、まあ賛否めちゃくちゃあると思うんですけど、僕はそういうタイプなんですね昔から。まあ今はね、そこまで昔みたいにもそれでそれがもう主な収入源とかでやってるわけじゃないので、まあこんなこと言ったら失礼ですけど、まあそのちょっとまあ趣味インストラクターみたいなレベルのなんでになってしまってるんですけどね、だけどまあそれがメインのね収入だった時から、そういう考え方でしたね。もちろんクラスとかはめちゃくちゃあれですよ、真剣にやってるんですよ、その時満足させようと思って、100% とか 120% でやってましたよね。だけどなんかまあ別に俺以外のとこでも習えるかもしれないし、なんなら俺は 100% でやってるけど俺以外の人に習った方が強くなったかもなとか思っちゃう時もね正直あるし、まあ、結局なんかクローン人間がいてねとか、パラレルワールドを覗いてその人が本当に俺のとこにいたことが良かったのかっていう答え合わせでできないので、まあ、そういう話するとね、まあ苦々しい顔をする人もいれば、まあ謙虚ですねっていう人も、まあ、いろんな意見あるんですけど、まあ、謙虚ではないですよね、まあ、かなりちょっと、なんていうのかな、ドライというか冷めてるところがあるので、僕の友達にねいっぱい熱い指導者の先生っているので、なんかそれがねでもね本当に皮肉とかはゼロでマジで羨ましいですね、これは本当に羨ましいんです、なんだろう、感動映画とか見てねなんか思いっきり号泣できる人とか、僕もまあ年取ってたまに最近涙しょちょぎれる時あるんですけど、そういうのとかなんかこうなんだろうな、力の限りで友達をなんかもうすごい応援できる人とか、声を張り上げてね、ああいうのが年取ってちょっと出てきたんですけど、なんかあんまりこうないというか、まあ、自分で言うのなんですけど、義理がたい方ではあると思うんですよ、必ずこういうのにされたお返しをするとかね、
約束守るとか、うん、約束は結構守る方だと思う、結構とかかなり守る方だと思います、うん、なのでね、いろんな人が長く付き合ってくださっているので、それはまあ、客観的に見て、ね、そうだと思うんですけど、ただなんかどこかでなんかものすごくドライな部分があったりするなぁとは、ね、思いますよね、うん。まあ、だから感情に流されない分、いろいろそのなんていうのかな、正確な判断はできるんですけど、ただ感情に流される人の感情がわからないから、そこでなんかたまに反感を買ってしまう時ありますけど、ね、例えば何か、まあ、国を動かすような、まあ、ある、ね、大事故ありましたよね、大地震とか、ね、ああいう時の行動とかもそうなんですけど、なんかみんな気にしてないっていうから、あ、みんな気にしてないんだっつって、その気にしてない行動をしたらなんかめっちゃなんか非難されたりとか、いやみんな気にしてるんやみたいな、なんかその日本人のなんか何て言うの、本音を言わない部分とか、ちょっとあんまり僕はそこが理解できなくて、うん、気にしないって言ったのに気にしないんじゃないみたいなとこあるんですよ。でもなんかそのそれがそういいとか悪い、まあ、人間ってやっぱ感情の生き物なんで、僕も感情ゼロじゃないし、あれなんですけど、まあ極端に少ないって話ですね、感情を、そういう感情に揺さぶられて何かを判断するってことか。その例えば井上尚弥選手とネリ選手の試合だったじゃないですか。でその前にネリ選手は何だ、山中選手かな、でなんか山中選手と喧嘩があった時に永久追放ってなんか、まあ、誰が決めたか知らないんですけど、まあ、そういうのあって、結構ね、まあ、いろんな格闘技団体とかも、まあ、あるんですよね。そのなんかなんかあの選手はもう出さないとか言ったりとか、でなんかしばらくすぐ出てたりとか、あれ出さないって言ってなかったみたいな、まあいいんですよ、もしかしたらそれが一つのエンタメなのかもしれないし、でももしかしたら、ね、もしかしたらと思うのはそれ感情、誰かのその感情でそれを言っちゃったのかなみたいな、でなんか怒ってるからその時はそうしたけど、なんか怒りが冷めたらやっぱいいやみたいな感じになっちゃうみたいな、僕はねちょっとね、とこういうことで語弊があるんですけど、僕はあんまり僕はそういうのしたくないタイプで、うん、例えばそのなんだろう、ドーピングとか体重超過とかあってね、うん、で、もう出さないって言った選手は僕は出さないですね、怒るとか怒んないじゃなくて、その決まりとしてね、うん、そのでなんか怒りが冷めたからやっぱり出すとかもないし、はい、うん、だからね、たまになんか、まあ、今うちもローマンもね、規定を結構ちゃんと決めてるんですけど、まあ、それでもね、例えばまあ、こういうのはちょっと許してもらっていいですかとか、別に許さないとかそういうのはないんですけど、いや、それやったらごめん、ちょっと、俺は別に怒るとかないけど、ちょっとうちは出れないわ、みたいなのはありますよね。うん、そこはちょっと決めとかないと、守備一貫しとかないと、なんかその、なんていうの、CEO のね、一言で、なんか、なんてでもなっちゃうみたいな、団体には、うちはしたくないな、みたいな。でもいいと思うんですよ。別にその CEO がね、全ての権限で見てて、その、法も変えてし、あそこの法も変えてしまう、みたいな。もうそれはそれで、例えばなんだろうね、こう観客が延長って言ってね、それじゃあ仕様がまあじゃあ行っちゃいますかみたいな、でそれも別に悪いとは言いません、うん、ただ僕はね、僕はそういうタイプじゃないんで、うん、そうですね、淡々と行きたいですね、淡々と、うん、そう、ね、でなんだろう、まあ、これはね、まあ、皆さん信じてもらいたいんですけど、僕が大会やるってなったら、まあ、もちろん仲のいい選手 を出したりはします。もちろん何ていうの、仲のいい選手とか、ね、仲がいいからこそ、ね、今まだ始まったばっかりで信用がそこまで、ね、信用もこねもないので、やっぱり近くにいる選手とかもね、なおさん出させてくださいって、それはで出るに値するというのが出る資格がある選手だったら、あ、ぜひお願いしますって出てもらいます、ね、だけどその選手に寄せた判定とかは絶対ないです。それを僕が、ね、働きかけてするとか、まあ、やっぱりジャッジは多分まあ分かんない、僕より感情がある人かもしれないんで、なんかそういう感情とか、
課される人もいないとは分かんないですけど、僕はね、その特定の僕と仲良い方の選手を勝たせようとかはもう全くないですね。それよりも公平性と客観性をめちゃくちゃ重要視してしまうので、うん、なんていうのかな、うん、だから僕は普段ね、知り合ったり、知り合って飲んだりとかしたりね、まあ、ある種後輩として可愛がってるような選手も出しますけど、もう負けは負けね、めっちゃ押されてるのにそっちが勝つとかドローになるってことが、まあ、あったとしても僕が関与するとか絶対ないし、それは、僕も本当にないように、ね、徹底して言っていかなきゃなと思いますね、うん、僕自分の生徒だろう、自分の生徒さん、会員さんだろうが、例えば自分だろうがね、あ、負けてるなと思って自分が勝ちになっちゃったら多分抗議すると思いますね、うん、それぐらいやっぱりね、なんていうのかな、ルールとか公平性っていうのは大事だということは考えてます。客観性、そうですね、うん、だから結構ニュースとかも感情に流されることなく、見えるというか、うん、もちろん全部が当たってるとは言えないですけど、結構ね当たってますよ。あと記憶、記憶違いもほとんどない。近年で、あ、俺これ記憶違いだったなって思ったことはね、ちょっとこれマニアックな話になるんですけど、柔術知ってる人じゃないと分かんないですけど、僕の師匠のね、植松直也くんくんって年下なんで、植松直也先生、先生だけど年下ね、ちょっとくんって呼んだり先生って呼んだりなんですけど、植松直也先生が、ムンジアルで茶帯になった年だけを久々に間違えて、2004年かと思ったら2005年だった、うん、それは本当になんかやっぱ年取ったなと思って、俺かなり記憶力がいい方なんですよ。で、多くの人と話すとね、結構なんかね、記憶違い、別にそれ悪いとかじゃないんですけど、記憶がね、塗り替わってる人ってすごく多いんですけど、うん、あ、俺もなんかやっぱこの年になるとそういう記憶違いってあるんだなって、うん、っていうのをちょっと最近思いましたね。なんだろう、まあ特に今日はうちもないんですけど、そうですね、あとね、ちょっとね、そう、YouTube チャンネル、さっきも言ったように、これは今やってるのはこれ実験チャンネルで、で、これからいろんなチャンネルに、ね、枝分かれしていくんですけど、結構面白い今企画が僕の中で思いついて持ち上がってるので、これは、まあ、大バズりするかどうかわかんないですけど、絶対一定数は注目されるに決まってるやつなんで、ちょっと皆さんに期待してもらいたいなと思ってます。はい、で多分全国ちょっとそれで渡り歩くことになると思うんで、わかんないですけどね、一応その確率が非常に高まっております。はい、ということでね、情報公開もね、もしばらくお待ちくださいということですね。はい、じゃあ今日はこれぐらいで、また、継続的にアップしたいと思ってますので、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。もっと今後ね、いいチャンネル、クオリティが高いチャンネルになってくるので、はい、よろしくお願いします。それでは。